本日紹介するのはこちら。山木海男山純米大吟醸は、ぶどうマスカット系のフルーティーな炭、甘みを感じる香りと味があり、お米の甘さとアルコールの香りが常にあって、わずかに柔らかいお米系アルコールの苦味もあってバランスも取れている贈り物にもちょうどいい日本酒。お見かけしましたら、ぜひお試しください。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、フォローお願いします。